辺も多分皆さん見てる。またベールですね。宇宙行くみたいな。皆さんまた見て、これあの金のラメなんです。昔のあのレトロのヘルメットのオマージュですよね。カラーもですね、古い感じのデザインだ。最後にあのもう一個あるんですか。たまにかぶって、はいはい、バイクがいっぱいあってヘルメット持ちですね。これですよ、まあよくある来ましたね、ポリヘルですあの旧車に乗るときはもう僕は完全にもう大体これ旧車ね。で、あの大ちゃんと一緒に XV、うん、僕の750の乗った時があって、大ちゃん乗ってましたね。その時あのポリヘルで、ただ寒かっためちゃくちゃ寒かった。寒かった、やばい寒い。まあでも、まあ、これはね、あれかな、イージーライダースかなんかのポリヘル版、はいはい、これ結構だからブカブカなんだよ。あ、そうなんですね、うん、ちなみにあのこのチンガードってヘルメットチンガードなんですついてない。あ、これですか。ついてない。これをどこで買うか。あ、これだ。後付け。これ後付け。あ、そうなんだ。これはね、あの野球のヘルメットね、はい、僕は正しいですか。野球のヘルメットのやつをアマゾンで買って。なるほど。これマネです。あ、これだけ買ってつけたんですか。そうそうそう、おしゃれだな。これあ、チンコをつけて、で、メガネかけて乗るんで。これチンコって言うんですか、これは。チンコって言うんですか。チンコって言うんですか。チンってあの、顎の、チンガード。あ、チンって、あ、こっちじゃないですか。こっちだった。もう、好きなんだから。なんとなくチンって言うと、いや、そっち、チンってこっちだなと思って。顎のチンですよ。顎のチン。顎のチンだね。これまあ、ポリヘル。あ、まあ、よく。いいですね、ポリヘル。これは、まあ、これも外せるんですね。これが、あるからポリヘルっぽいですよね、でもこれ。そう、あのね、あ、なんだろう、ターミネーター2。はいはい。あ、もう敵だ。そう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 。あれ被ってんだみたいなやつだ。はいはい。いいなってなっちゃう。で、あのね、ピアドロップが感じるね。そうそうそう。でも、多分だから、ちょっと暴走族っぽいとかっていうのはあるんですけど、まあ、旧車に乗るときは、ポリヘルが。そうですね。旧車でこれ被ってたら、全然暴走族っぽくもないし。まあ、おしゃれ。旧車買いの人とかも被ってる人もいるけど、はいはい。まあ、割とこう、なんだろう、コルクハンとかよりからもうちょっと大人っぽいかなっていう感じで。これでハーレーはおかしいですね。いや、いい、全然いい。ハーレー。ハーレーでも。ハーレーでもポリヘルの人もいるし、TW でも。TW でポリヘルの人もいないかな。いないですか。押収されたみたいな感じで。まあ、確かに、確かに。押収されたな、みたいな。警官が乗って帰ってる感じで。そうだね。最近のバイクはちょっと似合うのがあんまりないかな。まあ、ハーレーとかでも。ヘルメットって結構、まあ、服装とかと一緒で、やっぱりなんかバイクと合わせて、こうなんかちょっと楽しんだ方がいいかなっていうのが、どうしたら難しい。相場とかが難しいんですか。あー、まあそう。ピンから切りまであるじゃないですか。何千円から何万、何十万ってあるじゃないですか。あらあら、なんでこんな高いんだろう。まあ、なんかブランドとかだとやっぱ、機能性よりもなんかデザインとか。はいはい。国産のヘルメットはすごいよくできて、軽くて、あの丈夫だし、使い勝手もいいし、はい、ただやっぱちょっと僕はデザインがあんまり、受け付けない。あれ大ちゃん、何のヘルメット買ったの急に来た。急に言っちゃっていいですか、僕。チラッと見ちゃったから。ヘルメットっていう僕もちゃんと買ったのが初めてで。あ、そうなの。これを買わせてもらいました。翔英さんの、お、EX0 でございます。の、グレーですね。一番人気ある色じゃない？ですね。で、マットグレーとかも欲しかったんですけど、もう売り切れで、あ、マットブラック。マットブラックか。マットブラックがなくて、で、普通のブラックもあったんですけど、僕、サイズがね、L じゃないですか。L の人の層が多いのか、M は、M、S あって、L が結構ないんですよ。あー、確かに。そう。L、ですね。で、これもなんかあの探して探してやっと買ったグレーの M サイズの EX0 なんですけど、どうですかこれ。いや、なんかあのね、かっこいいですか。かっこいいよ。で、あと軽くてね、めっちゃ軽いです。あと値段も割と手頃だよ。手頃、手頃です。これね、3万4000円ぐらいでしたよ。結構ね、僕のお客さんで、はい、あ、本当ですか。マジですか。人行ったりと、あら、でもそれからベルが入らなかった人が
ここに流れるみたいな流れが、いや別に僕がベルをかぶって入らへんなこれやっていうのじゃないんですよ別に。って人がいて、そうですね、これは見た目がまずかっこいいなっていうのと、結構ねそのバイザーさんに聞くとここの中のこの皮あるじゃないですか、ここを皮作る人が少ないんですって。あら日本ですよ。そうそうそう、他のヘルメットも大体ここを作ってる人は同じ人らしいんですよ。あ、そうなんで、もうこれとこれこのヘルメットのこの形が一番なんか難しくて、あその需要と供給が間に合わないと、これはあだから色塗るのも難しいんですって。このグレーとマットブラックがなんか塗装が難しいらしくて、その2色が追いつかないのって言ってましたよ。あとここか、ここの皮も、あーでもいいよ、確かにね、あの作りはすごい、そうすごい手間かかるらしい、うん、で値段も、うん、合わないし何やこれとっていうのをやっと買いまして、でこれいいのがね、僕、まあ、素人なりに見たこれバイザーが、バイザーって言うんですかこれ、そう降りるんですよこれ、シャキンって、かっこよくないですか、めちゃくちゃ便利じゃないですか、もうなんかねトップガンみたいなんですよ、ですよね、うん、えっかっこいいぞ、結構、はい、ヨーロッパのベルトとかでも、はい、こうバイザー内蔵とかって、ね、結構便利なの、ね、便利ですね、バイク乗っててこう夕日とか来た時に、そう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 、眩しい時とかねシャキッとやればいいやんか、でまあサングラスはかけるんですけど、うん、そうコンタクトしてるんで中が、あ風が結構やられる時はあるんで、そうそうそう、これ便利だなと、まあ、ただここはちょっと空いてるんですよね、あここがそうそうそう、ただまあ風は入るらしいですけど、そうそうで、まだ、あ、ないないよ、かぶってないから、ないよ、走ってないからあんま分かんないですよね、でもまあ今のこの5月中旬とかめちゃくちゃいいと思う、いやかっこいいね、いやかっこいいです、まあ、軽さがまたいいっすね、なんかあのやっぱりね、はい、この顎の出具合がいい、うん、いい塩梅、はい、ですね、そうもうね、やっぱ日本の技術でね、うん、作ってくれたのなんか口になってますね、そうそうそう、かっこいいんだよね、ビュー、これもでもあれでしょ、ボライザーあ、そう、つけれます、つけれます、そうそう、また買ってつけようかなと思って、うん、結構 ね、何でも合いそうだよね、バイク、そうなんですよ、でこれは僕あのブラックに変えたんですけど、もともとは透明のクリアがついてたんですよ、バイザー、そうです、うん、バイザーを別で買って、それもさっき言うそうじゃないですか、あの虹色みたいなやつ、あ黄色とかあったんですけど、やっぱ黒っしょっていうことで、そうだね、はい、ご便利よ、あるとっていうので、あとこれ調節がここできて、ここなんかこう、あそうバイザーの高さを調整できる、自分のどこまで降りるかみたいな、ここがここだったら一番上にしたらここまでしか降りないんですよ、あ、なるほど、で一番下までやると一応ここの下までこれをやるとキアまで、もう両方やるとキアまでいくと、あじゃあこう外人さんとかだとこう鼻が高かったりですね、それで自分の高さに合わせるみたいですよ、あ、そういうことなんだ、はい、っていうなんかちょっとこう豆チックな、うん、おしゃれなとこもあるんですよ、デザインとしてこのここが出てるのと、この後ろのこのちょっとこの、ね、そうそう宇宙人みたいな出てるところ、このバランスがね、多分かっこよく見えるバランス、あ、そうなんですか、まあ同じようなこれですか、そう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 、これはまあベルだけど、はい、ベルはまあ割と結構クラシックな作りだから、こうコロンとしてる、これはまあ一応その元スリーって昔のやつの発表なんで、はい、形はここが、はい、なるほどね、前とかもね、サイズが違うからね、まあ、サイズが違うからちょっと SL だからね、ちなみにベルはね S がね一番防災って言ってこの外のシェルが小さい、あ多分 M とか L になると外のシェルも大きくなってるから、あじゃあ頭で立ちみたいになっちゃうけどね、そうそう、でもやっぱねでかいよ、これとか被っちゃうと頭で立ちになっちゃうから、ベッドそうですよね、おしゃれなね、ヘルメットはね、もっと増えてくれるといいなと思います、そうですよね、これ夏とか、かぶるじゃないですか、うん、T シャツにこうヘルメットかぶるじゃないですか、うん、頭でっかちなりません、なるな、俺とかすげえなるよ、多分それはいいんですか、その冬はジャケット着てヘルメット着てちょうどいい、うん、バランスだね、もうね、もうしょうがないからね、これ命はやっぱ守るものだから、そうですね、ヘルメットかぶってやる方がいいの、これ
お、買うじゃん。行っちゃいますよ。もうでも実は買ったじゃん。まあ、試着はね。ああ、そっかそっか。届いてや一回頼みましたけど、まだ走ってないっていうね。ね、これでも入り口ギリギリっすよ。ああ、そうなんだ。こんな感じですか。イケメンだね。どうですかこれ。結構前さんはでかくなっちゃうね、うんうん、めちゃくちゃいいっすよ。ここのやっぱね、横向いてもらうとね、ここのラインがいいね。このラインがなんかおっさん同士が乳首合ってるみたいになって、うん、いいっすよ。でもめちゃくちゃ軽いしね。結構でも後ろこう後ろが出てるから寒いかもね。あ、ここっすか。うん、冬とか。ああ、冬はまあまあまあしょうがないかもしれないですね。いや、いいっすよこれ。はい、こんな感じで。まあ、俺もでも S 普段かぶってるけど大変だからな。いや、耳がね、俺出てるからちょっと痛いんですよね。なんだろう、俺もヘルメットかぶってる。こうやって広げながらじゃないと。多分そうっすか。 S はね、結構厳しめだよ。かぶり方ってやっぱこうしかないんですね。すんなり、こうやってぐいぐい押さないと早い。撮るときはこうなんですか。撮るやん、普通にスポーンと撮れる。やっぱこうやって俺とか出てるやっぱ似合ってます。頭でっかいって感じ。上がやっぱ出てますね、ここが。昔のヴィンテージとかはこのもう外自体がすごいちっちゃい作りだから、はいはい、その分やっぱ安全性とか今に比べたら全然緩くて、へー、これはね、まあ、軽いけど、まあ、こっちも軽いかな。横の感じがやっぱ綺麗ですね。でもこれも結構ここは出るんですね。そうそうそう、結構ね、かっこいいっすね。おすすめです。このカラーは近いと思います。あれです。いや、いいっすね。限定カラーですから。この二人、このヘルメット見たら厳しいだなって思ってください。はい、以上っすかね。そうですね、今日見たいの、はい、今日ヘルメットレビューはこんな感じなんですけど、ええ、かぶりながら、はい、あ、本当ですね。お知らせが皆さんに嬉しいことがありまして、めでたく厳しい、はい、チャンネル登録者数が、はい、200名を超えたんです。ありがとうございます。いつも結構ぶっきらぼうにやってますけど、すごいなんかキャラっていうかまあまあまあ、すごい嬉しいです。めちゃくちゃ喜んでますからね、はい、皆さんにこれからも面白い、まあ、バイク動画、うん、つまらない食用レポはちょっと置いといていろいろ楽しいこととかやっていこうかなって思ってるんで、はい、これからも応援よろしくお願いします。本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。バイクはね、基本的にちょっとこうね、そうですね、面白いことをやっていこうっていう。で、まあ、僕車とかもまあ好きなんで、どん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 応援してくれる方が増えてくれれば、機材とかにもお金かけていけるんでリアルすごい機材にお金かけてもっと音とかいい環境で撮影したいとは思ってるんですけど、なかなかちょっとその辺が落ちていないので、まだ皆さんにはちょっと見ててストレスかなって思うところはあると思うんですけど、頑張っていきます。頑張ります。応援よろしくお願いします。面白いもの作っていきます。ドローン買ってドローンドローンどうかな。ドローン欲しいんだけどちょっと高いんで、DJ さん買おうかなと思ってるんですけど、ちょっとなかなか高いかなっていう感じある。まあ、なんかおすすめあったらね、見てる人で、ああなんかコメントとかいただければもう、そうですね。いろいろなんかこういうのやってみてほしいとか、こういうの見たいっていうのはあれば、僕らもできることはやってみようと思うんで、はい、もしあればコメントとかしてくれるとすごい嬉しいです。あとあれですね、200人ちょっと突破、感謝記念ということで、なんかまだ考えてないですけど、プレゼント企画みたいな。そうですね、まあ、プレゼント企画とか、まあ、あとはツーリングとか、はい、そういうの考えてるんで、ね、また告知差し上げますんで、はい、200人感謝突破記念、そうです、ね、ちゃんとしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで今回はヘルメットレビュー、レビューそして200人突破、ありがとうございます、感謝ムービーでございました。以上 TBC でした。ありがとうございました。